どうも、アルディチャンネルのアルディです。BMAX エントリーパックの作り方連載2回目。今回はフロント周りを作っていきます。まずは X シャーシステイのこの部分に前回紹介したサラビス加工を行います。そこにサラビスを通しロックナットで固定。マスダンパーをセットしていきます。マスダンパーがセットされたステイをシャーシに取り付けていきます。とりあえずは仮止めするとこんな感じになりました。次に使うのはこちらの FRP マルチ補強セット、通称直 FRP。 この直 FRP にこんな感じでサラビス加工をし、そこに長いサラビスを使ってシャーシに取り付けていきます。最終的にこの取り付けたビスにフロントローラーがセットされることになります。ここで取り付けるコツを紹介。1枚目の FRP を緩めにつけておき、2枚目の FRP を穴に合わせビス止め、最後に1枚目のビスをしっかりと締め、フロントのブレーキステイが完成。セッティング時ここにフロントブレーキを貼ることになります。次に使うのはこれ、ハイマウントチューブスタビセット。まずはここにロックナットを仕込んでいきます。適当なビスをスタビに通し、そのビスにロックナットをつけてビスを引き、スタビにロックナットを仕込みます。こうすると簡単にロックナットをスタビにセットすることができるのでおすすめです。ここからはフロントローラーを作っていきます。13mm ローラーの上にキット付属のプラローラーを装備、その上に先ほどのスタビライザーをセットします。スタビにロックナットを仕込んでいるので工具を使わずにローラー周りをセットすることができるので、メンテ性が向上しています。これでフロント周りが完成。ブレーキステイに 13mm ローラー、そしてマスダンパーがこんな感じでついています。まずはサラビス加工をした FRP リアブレーキステイにマスダンパー用のサラビスを装備していきます。それをシャーシに取り付け、コースへの引っかかり防止用の X シャーシ用プレートを取り付けていきます。これもマジック等でサイドを黒く塗っておくと完成時にマシーンが引き締まるのでおすすめです。うん、いい感じですね。それをシャーシに取り付けるとリアが形になってきました。ここまで来るとあとは簡単。ローラーを取り付け、一気にリア周りが完成しました。次はこのサイドマスダンパーを組んでいきます。
思いますダンパーをなるべく低い位置につけたいので、スペーサーをかませてみると、最低地上高が1ミリを切ってしまい、レギュレーションに抵触してしまいます。そこでこのプレートにもサラビス加工を施し、マスダンパー用のビスをプレートに装備すると、こんな感じで最低地上高1ミリをクリアしながら、マスダンパーを低く乗せることができ、簡単にマシンを低重心化することができます。という感じでマシンが完成しました。全体はこんな感じになっていて、コースを攻略するための装備が機能的に配置されています。サラビス加工を施すことで、サラビスを使わなくてもここまで平らにビスを装備することができ、マシンの低重心化に貢献しています。やはりこのビットは持っておきたい工具ですね。リアローラーはこんな感じになりました。実は今回マシンの色合いを揃えるためにこのプラスペーサーを使いました。イメージに合うカラーを選ぶことで仕上がりがとてもかっこよくなるので、おすすめのグレードアップパーツです。蛍光イエローのボールスタビをアクセントに使い、マシンが完成。ボディを乗せるとこんな感じになりました。このエントリーパックを完成させるためには、ホイールの貫通とプレートのサラビス加工が必須になります。この2つはミニ四駆の基本的な加工になるので、ぜひとも押さえておきたい改造です。さすが、レーサーが育つというコンセプトの BMAX エントリーパック。ミニ四駆初心者必携の1台だと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。